次期戦闘機開発をめぐって、エンジン開発に注目が集まっているようだぜ。航空自衛隊の V3 次期戦闘機ね。F3 だろわら、だが、開発に赤信号が点灯しているようで、IHI 社との共同開発にも問題が。何が起きてるのよ？ということで今回は、航空自衛隊 F3 次期戦闘機開発に、赤信号点灯か、IHI 社製 XF9 開発をやめた驚きの理由？お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、日本はこれまで、次期戦闘機の開発に向け、技術開発を進めてきたんだ。ふむふむ。そんな次期戦闘機開発に向けてのエンジン開発を担ってきたのが、IHI なんだな。あの、超有名な割に、超知名度がない会社ねわら。失礼だろわら。まあ、2018年に将来の戦闘機用ジェットエンジンの、プロトタイプの XF91 を、防衛装備庁の航空装備研究所へ納入したわけだ。どんなエンジンなんだっけ？ XF91 の基本コンセプトはスリム化と大出力だな。あ、私と同じだ。そんなにスリム化、まあ、近年の戦闘機は大出力エンジンを積むことが要求されているんだな。ほほう。そうした情勢を反映し、スリムなエンジンと燃料並走などに機内容積を多く割こうというものなんだぜ。なるほどね。また、XF91 はプラット&ホイットニーの F100 エンジンと同クラスのサイズのものとなっているんだ。同じサイズなんだ？ああ。これは F15 に搭載されているもので、戦闘機エンジンとしては大型なんだぜ。大型っていいんだか悪いんだか。よし悪しがあるからな。また、推力は F22 に搭載されている。プラット&ホイットニーの F119 エンジンに匹敵するレベルなんだぜ。ふむふむ。おまけに、スタータとジェネレーターを一体化し、スタータジェネレーターを新開発したんだ。なんそれ？何に使うのよ？これは 180kW という発電容量を達成している大型のジェネレータで、センサや、火器管制、情報連携、電子線など、次期戦闘機の電力を補うためのものなんだぜ。そんなに大きな電力消費が予想されているのね。そうだな。これに対応可能であり、小スペースも実現しているすごいやつなんだぜ。おお、すごいやつ。さらに、IHI はエンジン開発を進めてきたわけだが、新しい状況が生まれようとしているんだな。新しい状況？ああ。それが日本と英国、イタリアの3カ国が12月9日に、共同首脳声明を発表した、次期戦闘機開発プロジェクトだぜ。すごい3カ国ね、これは期待できるわ。だろ？次期戦闘機は日英3カ国共同のグローバル戦闘航空プログラムとして、開発を進めることが決定したわけだから、期待しかないんだぜ。楽しみだな。しかも、各国で開発したいとなる企業は、すごい企業ばかりなんだぞ。一体どんな企業なのよ？まず、機体が三菱重工業とイギリスの BAE システムズ、イタリアのレオナルド、エンジンは IHI とイギリスのロールスロイス、イタリアのアディオ、電子機器は、三菱電機とレオナルド UK、そしてイタリアのレオナルドなんだぜ。これは期待しかないわね。さて、ここで次期戦闘機開発に至る流れをおさらいしておくぜ。お願いね。まず、日本が開発を目指している次期戦闘機は、2035年の開発完了を目指しているんだ。ふむふむ。これは F2 戦闘機の代替と位置づけられており、2035年に F2 が、退役を開始するので、それまでに開発を終えるという意味なんだな。退役が始まるなんて、F2 今でも強いのにね。まあ、F2 は日本がアメリカの F16 をベースとして、改良を加えた戦闘機なわけだ。ベースは F16 だけど、設計図は違うのよね。設計図の 95% は違っており、純国産戦闘機と位置づけられているからな。しかし、F2 は2011年に最後の機体の納入が完了しているんだ。つまり、日本の防衛産業にとっては、国産戦闘機の製造が終了してしまったわけね。そこで、生産ラインや技術者の維持のために、新たな国産戦闘機が望まれた、というわけだぜ。なるほどね。また、技術の進歩に伴い、最新技術の海外移転に各国が慎重になっているため、国産戦闘機が必要という事情もあるわけだ。世界的に慎重派時代ですし、どんな時代だわら、だが、実際に各国は最新技術の囲い込みを行っており、機体だけでなく、ミサイルなどもパッケージとして開発しているんだな。もはやシークレットだらけですわ。そのため、独自規格のミサイルなどの搭載が難しくなっているんだぜ。それに、日本でもミサイルを、開発しているんだが、アメリカ製の戦闘機で国産のミサイルを使うには別途改造が必要になるんだな。改造なんかしなきゃいけないの？めんどくさい。おまけに、改造する際には主開発元開発国の協力が必要になるんだぜ。
日本も勝手に武器作ったり輸出しちゃえばいいのに。これが、日本は武器輸出三原則により、防衛装備品の輸出に制限がかかっているんだな。ええー、とはいえ、それなりの規模で防衛産業が育っているため、すべてを海外産に切り替えるのは難しい状況なんだぜ。面倒な事情ね。そうした事情もあり、次期戦闘機は、国内で開発する方向で進んでいたんだ。そして、2020年10月に三菱重工が開発主体に選定され、正式に契約が結ばれたわけだぜ。おお、ついに次期戦闘機開発が始まるわけね。ああ、次期戦闘機は、ステルス性能、高性能レーダー、センサを備え、無人機との連携可能というのがコンセプトになっているんだ。無敵の戦闘機ですね。また、日本の次期戦闘機は、海外との協力が前提になっているんだが、当初は、F-35 を生産しているロッキード・マーティンと協力すると見られていたんだぜ。そりゃ、アメリカとズブズブですし。ズブズブって嫌な例えだが、突然、イギリスの BAE システムズが協力企業となると報じられたんだな。突然恋も始まるしね。関係ないだろあら、だが、ロッキード・マーティンと折り合わなかったのは、技術情報の開示などで折り合いがつかなかったためとされているわけだ。警告とも仲がいいロッキードですし。とはいえ、ロッキード・マーティンとの協力は、アメリカとの相互運用性の確保のため必要なんだな。結局アメリカに頼るのか。まあ、メインではないが、協力は続けていくようなんだぜ。なんだか、うまいタイミングでメインになりそうだけどね。その一方、イギリスがイタリアなどと進めているのが、テンペスト計画なんだな。テンプラコ計画？スマホの互変換か。って話だが、このテンペストは、イギリスなどが開発を進めている。次世代戦闘機で、イギリス空軍などで運用しているユーロファイターの置き換えが目的なんだぜ。あのユーロファイターも退役する時が来たのね。ああ。基本的なコンセプトとしては、無人機との連携、コンフォーマルタンクコンフォーマルウェポンベイの装着、高エネルギー兵器、電力供給の大きい小型エンジンの搭載などが挙げられるんだ。つまり、超強い戦闘機が欲しいんでしょわら。誰だって欲しいものな。実は、テンペスト計画には、日本にも参加の打診があったんだぜ。そうなの？しかし、日本政府は、日本が主導する開発をあくまで進めるとして、参加の打診を断っていたんだ。日本らしいわね。今回の報道では、双方の開発を統合し、共通機体を共同開発するとしているから、日本の防衛産業に何かしらの変化があったようだぜ。何があったのかしら？気になる気になる。気になるよな。そもそも、これまでにも日本とイギリスの協力は進んできた経緯があるわけだ。そうなの？ああ。そして、日本は2021年12月22日に、次期戦闘機のエンジン部分でイギリスと、共同開発を行う方向で実証事業を2022年1月から始めると発表したんだぜ。完全に協力体制が敷かれましたね。2022年2月15日には、イギリスの国防省が、テンペストと日本の次期戦闘機に搭載予定の、戦闘機用センサーの共同開発に向けた研究を行うという基本合意書への署名もしているしな。まあ、対等な関係でうまくやりましょうよ。霊夢の言う通り、イギリス側は技術開示を含めて、日本と対等な関係を築くと強調しているわけだ。そうこなくっちゃ。この対等な関係というのが、共同開発では重要だからな。でも、日本は長年武器輸出を行っていないのよね。ああ。その技術力については実証されていないというのが実情という、悲しい状況だぜ。ビエーン。訓練などでは性能は示せているんだが、肝心の実戦経験がないので、評価ができないという悪循環でもあるんだ。悪循環は嫌だー。岸田さん、何か考えてちょうだいよ。さて、関係国との協力の進展に合わせて、防衛装備品の輸出に向けた体制も整ってきたようなんだ。本当なの？ああ。戦闘機開発計画の統合に合わせて、防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを行う見込みだからな。防衛装備移転？この防衛装備移転三原則は、日本としての防衛装備品の輸出に関する指針なんだぜ。ふむふむ。防衛装備移転三原則では、安全保障面で協力関係がある国への、部品を含めた、装備品の海外移転を認めているんだ。なるほど。しかし、これらは救難や輸送、警戒監視などに限られ、戦闘機や、護衛艦などの完成品は輸出できないという制約があるんだぜ。ダメじゃん、それじゃさぁ。そうだよな。戦闘機という完成品を共同開発したとしても、輸出できないということになると問題だぜ。意味がないわよね。そのため、日本政府は、2020年末に改定する、国家安全保障戦略に運用指針を見直す方針の明記を検討しているわけだ。改定、しか道がないわ。
こうした動きの中で、エンジンについて、IHI も協力することになったんだぜ。戦闘機向けの大水力エンジンの開発は、日本の防衛技術の要だものね。ああ。第二次世界大戦後、占領下に置かれた日本では、航空機開発が禁止され、技術の継承がストップしてきたからな。うんうん。その後、独立とともに日本は戦闘機をはじめとした航空機開発に乗り出してはいるが、戦闘機開発に必要な大水力エンジンの開発は災難続きだったんだぜ。じゃあ、IHI が開発した XF9 は日本の防衛産業にとっても期待のエンジンというわけね。その通りで、IHI は今回の国際共同開発を契機に、デジタルトランスフォーメーション DX の推進や、パートナーとなる国への海外技術移転なども視野に協力を進めていくようなんだ。期待の星そのものね。今後、イギリスなどとの協力を進めることで、日本の防衛技術が、他の国でも使われていくのが増えていくだろうしな。まさに今、日本の防衛技術の進化が問われているのね。ああ。これまでは日本という狭い市場の中で、アメリカとの協力でしか兵器を、製造してこなかった日本が、国際共同開発を契機として、世界を相手にすることになったわけだ。日本の製品は、性能が優れているから大丈夫でしょ。だが、その一方で実用性については実践の機会がないために不明確なままだったんだぜ。そこはそこで、なんとかしてちょ。まあ、日本での報道と異なり、海外では日本製の兵器に対する評価はそれほど高くないらしいからな。そりゃ、実際の性能を目の当たりにする機会がなかったからね。しかし、今回の国際共同開発でその機会が訪れたわけだぜ。ロールスロイスのようなグローバル企業と協力するのも、旨味しかないしね。日本のエンジン開発がネクストステージへと飛躍する機会が、ついに、来たんだ。今後も日本のエンジン開発から目が離せないわね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。